はいどうもごごシャドウです、えー、今度はですね、まあ、過去の動画を2つつなげてみたっていうことでね、まあ、そのですね、まあ、その実はですね、まあ、その以前、まあ、堀江社長私,お世話私,私が日々お世話になっている堀江社長のところにですね小林さんという人が来てたらしくてですねなんかその。 日割りで日当を渡したところなんかそのお金が足んないって言いたいのか「なんかこんな金じゃラーフィーでいけないっすよ」って、まあまあ、言,った言ったんですけどでそれで,で,でそれを自分がその真,似して真似した動画をまあその上げてみたんですけど編集しようとするとどうも、ねまあ、顔の部分 首から上の部分が映んなくてですね。だからこの場でね、まあそのここでその説明し直して、またそのね、まあ、この今撮影しているこの動画と一緒に、まあそのまあそのその動画をくっつけてって感じで、まあそのね、今回の動画を投稿させていただくことになりました。では早速ご覧ください。はい、小林君、今日の草取りのニット、3時間だけでヒバリに入れといたからね。はい。ラス。 何人でいけないっすよ、はいえー、いかがだったでしょうか、まあ、そう小林さんっていう人をですね、まあ、私が言うのもなんですけど、まあ、そういろんな人が変わってるって言われてる方らしくてですねまあそのなんだろうなまあその、まあ、自分はまあ被害被っ,てから被ってないから何とも言えないんですけど、まあ、そのあんまよく思ってる人がまあ よく思ってない人がいたりなかったりっていうね、まあ、ちょっと、まあ、私もまあよくわからないんですがまあなんだろうな、まあ、その今日変わった人っていうのは確かですかね。 お送りする動画っていうのがんかその川下くんっていうねあミユではないんですけどあミユは別にあえて川下くんって言わせてもらってるんですけど川下くんっていうのが態度よくなくて堀江社長がねまあそのんだろうなまあそのまあその叱ってるっていう動画なんですがそちらもぜひご覧ください。農業の悪いい例決ししてて打ちをはけません 川てめえ全然態度よくなってねえじゃねえかよ。